馬の方に気を気をつけてたまえ。ああ、これこれこれ。おかんの仕掛けてあるのを忘れないで、頼みます。ああ、忙しいことはいいな。今の間に、ちょっとここを片付けておきます。あれ、それをここに渡れも、よしじゃないと思っておりましたの、ね、で。どなたでございますね。このようなところに、横になっておいでなされますわ。ああ、それじゃいいな。それがそこに。おお、それはたまにはございますけど。まあ、いつの間にそこにおいでなされます。このようなところに、横になっておいでなされまして、おかしいと言ってはあのございます。お待ちなされまして、今、夜のものをかけて死んでまして、ご両がお召しなされまして、こうしておいて、ごゆっくりとお休みなされたが、よろしくお願いしますわ、今。いやいや、ああ、打ち合っておいてください。ちょっと考え事がございますんやて、しばらくの間、こうしてはーってもうるさい。おお、おほほ、それは誰かと思うたれば、おないでございましたが、私はお宅のお女中だと思うて、あらあらご無礼の申し上げまして、すまんのこと。おお、こんにちは、大勢参って、いろいろとご厄介をかけて、まことにすまんのこと。私も、の目の口のところは、大勢かかって、酒をは仕入れられて、もう二三杯しのしたところが、どういうことにかと、頭に上ったように思うて、しばらくの間に家を覚まさんと、妖怪来たところが、もう、幸いお座敷が空いてあって、もうこのところで、きっと、しばらくの間、羽に吹かれておりましたところ、もうどうぞ、もうおっしゃっておいてください。それは何かと、おっきくおつむしが歌うなするまでは、よろしくりと横におなりなされましたが、よろしくおござりまするは今、なるほど、それはさぞ、お困りでござりましょうな。いや、もう、今度の弥生少年は、こう珍しい飛行機やらで、今から、商売でございます。私たちも、予選、商売の間は帰っても、見せてもらわずにはいられますない。ほほほ、ゴムが出てきたような、ペットでさえもそうやもの。宮川の頃は、人形の中心、今まだ、職業の夢さまちが、おすすめならしゃるつも、無事はございません。ほほ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 。一回お邪魔をいたしましてございます。それでは、お水を持たせてまいりまするほどに、ごめんなされまして、せっかくお休みのところ、お邪魔をいたしましてございます。いやいや、お母様、ちょっとお内に、ちょっとしばらく、ちょっと待ってくださいませんが、何のご用でございますのか。あなたにちょっと聞いてもらわねばならぬことはございますが、ちょっとどうぞ、これ、今はどうぞ、これ。何でございます。おっしゃってくださいませ。改めて聞いてもらわねばならぬことは、まあ、座って聞いてくださいませ。これはまあ、あなたまたおっしゃりよ。それでは私も、あらたまって受けたまわりましょうか。おっしゃってくださりませ。ちょうど24年の前のこと、あなたがまだ16歳してもらい、私が20歳の時を、それ秋の祇園祭り、祇園の河原の掛け小屋で、あなたは女長、私は王長、曖昧をしたことがございましょう。そうそう、そのようなことがございましたな。もうその時の私は、ただ世の中が楽しい気分でございました。もうそのようなことしかと、
よう受け持ってはいけなされますな。いいよ、覚えておりますと、覚えておりますと、それからも、あなたのことを、まあ、噂に聞いておりますと、この家もないうちに、若女方でも泊まりはよるまいと思うて、私も噂に聞いておっても、それほどにはあるまいとは思うておったが、初めて、あなたに聞き合うてからというものは、なるほど、評判の通り、舞台面といい、愛嬌といい、あなたのような美しいお人は、もう指もかけまい。夢にも見通しても、いられまいと思っておっても、なんで私がそのような、あなた様のお口の上手なことはいいなぁ。いやいや、全く真実なところ、まことのことが、あの折あなたを思い染めてからというものが、今日が日まで。つぐみ的に世に長生きをしておったら、あなたのためには
気が振るおりますが、狂人になってしまいました。これをどう思うた登場の方を踏みにしたか、あわよ何とか思うて、ただ一言の情けある言葉をな。どうだ様、おなり、お、泣いてごらん。泣いては困りますが、ああ、これは大方、私は振られて、舞台の上でたびたびと、身の落としの役をしておっても、おかじさんに振られましたか。これは私は悪い。長年の間、あなたを思い込んでおった我が身を恨むように他はぐらりませんのじゃな。さよさま、今おっしゃったことは無駄せるしんで。ラボ、男の口から恥ずかしいこと言い出したからは、元より命は投げ出したこの恋。Come on.